ははい、こんにちは、えー、レピオタ育成中です、えー。アッセンド4にするつもりで、えー、育成中です、えー。相手の前衛にワンダがいるので、えー、ワンダの、えー、ステータス以上の無効化、えー、これにどういうふうに使えるかなと考えて、えー、練習です。 えー、光栄に光栄にヘインダールと、えー、ライデンブロック教授回復役がいて、えー、前衛がモレルと、えー、ハンナとアタッカー揃い、えー、こちらは赤紫でチームを組んでみましたはいではいきます、えー、レピオタ活躍動画を撮りたいです えー、紫来てくれていますし、ここ行きましょうか。では、では、ここ行きまして。はい、では、えー、ベラでミニオンの壁を張り。えー、さらに、では、ここ行きましょうか。 えー、レピオーターがまず間に合いましたね、えー。ワンダに当ててみましょうか。ワンダに当ててみましょうか。えー、レピオーターを当てて、えー。今のうちに、今のうちに赤マナを貯めたいです。えー、とりあえず、えー、緑ダイヤを作って <laughs>、えー。緑ダイヤを使って、緑ダイヤを使って。 えー、それでは、ここはもう、えー、こう行きましょうか、こう行きましょうか。はい、では、なんとか骸骨を話したいなと思っています、えー。グラズルを使って、さらにジムキサを使って、 えー、さらにさらにでは、えー、赤は赤はここは空打ちにしましょうか空打ちにしましょうかはいなんとか耐えてますねなんとか耐えてますね、えー、グラズルで回復して雲、えー、をはっつけて、えー、またハンナが打って きますねとりあえずここ行きましょうかはい耐えてますね耐えてますね、えー、ベラでミニオンの壁を張り、えー、レピオタをどこに使うか悩ましいです悩ましいですではでは えー、ライデンブロック教授に対してレピオタを、これは聞かないかな聞かないかな聞かないんですね、ワンダのおかげで。はい、えー、今回はレピオタを使って、えー、この後この辺りを実感として体験するのが、えー、趣旨の動画なんでいいです、いいです。えー、では、ちょっと破れかぶれで黄色ダイヤ行きまして。 えー、ライデンブロック教授やワンダがいてレピオタがどのくらい使えるかなを、えー、実験、えー、実感するための動画です。実感するための動画です、えー。相手のヘインダールをレピオタで止めたいのが本音ですけれどもどうしようもないのでここ行きましょうか。それでは、それではヘインダールの復活で。 誰も帰ってこない。よし。では、えー、ベラでミニオンの壁を張り、えー、ジムキサを当てて、ジムキサを当てて。えー、それでは、それでは、えー、一旦遊びたいけど遊べるところもない。遊べるところもない。一旦ぐらい遊びたいけれども、いい場所がない。 しゃーないんで、えー、モレルに対してレピオタ当てましょうか。モレルに対してレピオタ当てて。で、紫近づけるためにここ行きまして。ええー、紫マナーを貯めて。ええー、ではでは、マナーを貯めつつ、マナーを貯めつつ。 えー、回復 C の回復 C のえー、ではここ行きましょうかヘインダール復活で復活で教授教授がこのタイミングでこんなことしやがるまあいいやはいでは、えー、ベラでミニオンの壁を厚くし雲、えー、をはっつけて えー、それでは、それでは、さ、え、ら、ー、なるレピオタを目指して。なんとか戦えてますよね。えー、育成中のレピオタでなんとか戦えてますよね。えー、それでは、それでは、ここは、ここは、やってることがぐちゃぐちゃですけれども、 えー、ヘインダールに対してレピオタを使ってここ行きましょうか、えー、これでモレルを倒せるかなこれでモレルを倒せるかな、えー、ではヘインダールこれゴースト形態で 帰ってこないんですね。帰ってこないんですね。ではこちら、空打ちでまだ貯めましょうか。最後の一体をゴースト形態にすることはできないけれども、あレピオタを使ってみて、この動画ありですかね、ありですかね。個人的にはすごく勉強になってるんですけれど、レピオタを知ってはる方にとっては当たり前かな。 はい、ありがとうございました。えー、レピオタでいろいろ試してみるでした。はい、ありがとうございました。